ゴルフネットワーク。まず今年15番ホールはティーを新たに新設しました。モンダミンテラスといって景色がすごく眺めがいいんですね、15番で。そこにコーヒーを飲みながら、タリズさんのコーヒーを飲みながらゆっくりギャラリーの皆さんが観戦できるようなエリアをまたリニューアルして、すごく綺麗なもの、素晴らしいものができたので、そこから見やすいところにティーを新設しました。なのでそこで美味しいコーヒーを飲みながら選手のプレーをより間近で臨場感あふれるプレーを見てもらうために新設しました。でそのティーからグリーンの方向を見ると木が両サイドに2本立っているので、そこがまずプレッシャーになると思います。で、まあ、ピンをこれからどこに切るか決めていくんですけれども、グリーンの手前のバンカーの位置もちょっとグリーンに近づけたりちょっと大きくしたりして、より選手にプレッシャーを与えているので、目の前で皆さんぜひね、コーヒーを飲みながら選手のそういったどんな球筋でピンに狙っていくのか、あまりこうフックだったりスライスとかと大きく使ってしまうとその木が邪魔になってしまうので、ピンの位置によってはそれもできなくなるので、どんな球筋でピンを狙っていくのか、そこまで間近で見ていただけると面白いのかなと思います。